愛らしい笑顔で登場。白岩ユナ、キャシーリードの振り付け。If my friends could see me now。普段こういった小道具を使わないところが競技ですけれども、アイスショーならではですよね。そうですね、こういった帽子だったり椅子を使うのは本当にアイスショーならではの楽しみの一つですよね。とにかく明るくて楽しいプログラムにしました。キャシーリードさんは話します。まあ、キャシーリードさんというと、かつては日本代表アイスダンサークリス・リードのお姉さんでもありますが、非常にワクワクするようなプログラムを白岩に提供しています。今シーズンのテーマはチャレンジとチェンジ。今までにない表現力を見てもらいたい、そう話す白岩優奈の新シーズンが始まりました。エキシビションナンバーです。今シーズンシニアデビューということで、村上さん、はい、非常に可愛らしいスケーターがシニアの舞台に入ってきましたね。そうですね、このような同じ曲調なんですが、はい、テンポが違う曲をこういうふうに踊り分けるというのはさすがだなというふうに感じました。そこら辺やはり表現力の高さなんですね。はい。白岩ユナ、どんなシニアデビューシーズンを迎えるんでしょうか。坂本香織さん。